はい、お疲れ様でございます、今日のねお話はこちらでございますということで、毒を持つ哺乳類についてねお話をしてみたいと思います。先日なんですがね、私ねこういう本を読みました。笑いの教養はここにあり、くすっと読める笑い学っていうですね本を読みました。このか、これね著者の方が清水修司さんですね。まあタイトルの通り大笑いというわけではないんですけどね、まあ、くすっと本当に笑える、まあ、小ネタがねたくさん入ったね、まあ、この本なんですが、まあ、非常にね面白い本だったんですが、実はねこの本の中でね、まあ、こんなことをね書かれておりました。キタキツネですね、まあ、北海道とかにね生息してるんですかね、キタキツネ、非常にね、まあ、愛くるしいねあの動物だと思うんですが、実はねこのキタキツネ、エキノコックスっていうね寄生虫をね、まあ、体に体内にね持ってるそうでございます。まあね可愛いからって言ってねこうね、よしよしよしなんかってしてるとですね、実は寄生虫がねまあ、まあ、人間のね自分の体に移ってですね、ややもするとですね、うん、まあ亡くなってしまう、死んでしまうかもしれないというね、非常にね、まあ、猛毒を持つね、この寄生虫なんですが、まあ、そんなね、まあ、猛毒をね、実はね、哺乳類の中でもね、毒を持ってるね、哺乳類っていうのもね、いるそうなんですよね。まあ、なんとなくはね、毒を持つ生物っていうとですね、海に住んでる生物であったりとか、あとね、昆虫だったり、爬虫類とかね、まあ、蛇とかがね、まあ、イメージする方もね、多いんじゃないかなと思うんですが、実は実は、まあ、我々と同じね、哺乳類ですね、哺乳類でも、まあね、ほんとね、数は少ないんですが、毒を持ってるね、哺乳類というのがね、いるそうなんでございます。今日はね、そんなね、毒を持つ哺乳類、3つのね、哺乳類、動物をね、ご紹介してみたいと思います。じゃあ、まず最初にね、まあ、ご紹介するとですね、1つ目がカモノハシ、そしてね、2つ目がスローロリス、そしてね、最後3つ目がモグラでございます。ではね、それぞれね、ご紹介してみたいと思います。まず最初、1匹目がですね、カモノハシでございます。カモノハシ、生息地はですね、オーストラリアだそうでございます。まあ、オーストラリアの中でもですね、こちら書いております。オーストラリアの東部、東の方ですね。まあ、東っていうとどうでしょうね。ゴールドコーストであったりとか、キャンベラとかシドニーとかですね、メルボルンとか、あの辺になるんですかね。うん。っていうところがね、まあ、オーストラリアのね、東部になるかと思うんですが、ただね、まあ、このオーストラリア、東部に住んでます、カモノハチ。あの、イメージをね、皆さんもね、なんとなくね、カモノハチってどういうね、生物かっていうのはね、イメージできる方もね、いらっしゃるかと思うんですが、実はね、このカモノハチ、オス限定なんですが、オスのね、この、足にですね、爪が生えております。このね、爪がね、非常にね、まあ、鋭い爪なんですが、実はね、その爪からですね、毒を出すことができるそうでございます。この毒、まあね、人間がね、このね、毒にね、まあ、かかっても、まあ、命を落とすほどまでのね、強毒性はないみたいなんですが、ただね、この毒、まあ、小動物であればですね、死にね、至るほどのね、毒性を持っているそうでございます。小動物、まあね、例えばね、ネズミとか、まあ、猫とか犬とかですね、まあ、人間よりもね、体の小さい動物なんかがね、この毒をね、カモノハシの毒をですね、まあ、受けると、うん、最悪の場合ね、死んでしまうぐらいのですね、毒性を、まあ、強い毒性をですね、持ってるそうなんですよね。うん、なかなかね、これね、珍しいですよね。まず哺乳類でね、こういう毒を持ってるっていうのもね、珍しいですし、しかもですね、オス限定らしいんですね。メスはね、毒を持ってないっていうところを考えると、まあ、非常にね、珍しいかなってことですよね。はい。続きまして、二つ目がですね、二匹目って言われるんですかな、スローロリスでございます。スローロリス、まあ、ご存知ない方はね、ぜひね、まあ、Google なんかでね、検索してもらいたいと思うんですが、目がね、非常にね、パッチリしてね、非常にね、可愛らしいね、お猿さんでございます。このスローロリス、生息地はですね、東南アジアでございます。このね、スローロリスなんですが、実は、うん、毒をね、体内からね、出すことができるそうでございます。というのがね、まあ、先ほどのね、カモノハシと違ってですね、スローロリスの場合はですね、自分のね、体から出る分泌物と、あとね、唾液、この2つをね、混ぜてですね、毒をね、作ることができるそうなんでございます。このね、自分で作った毒、これをですね、まあ、自分の体にね、塗って外敵から身を守るそうでございます。まあね、スローロリス、お猿さんなのでね、まあ、体全体にね、体毛が生えてるんですが、まあ、この毒をですね、体に塗るというよりも、自分のね、毛に、まあね、体毛に塗ってですね、まあ、外敵から身を守るそうでございますね。うん。どうなんですかね、なんとなくね、こうネットなんかで調べてると、非常にね、こうね、酸味のきついようなね、匂いがする、まあね、らしくて、まあ、そういったね、こうね、きつい匂いというところでね、外敵から身を守っているっていうのがね、スローロリスだそうでございます。はい、ではね、最後3つ目ですね。3つ目はですね、モグラでございます。
モグラ。まあね、日本にもね、いますよね。まあ皆さんもね、まあ見たこともいらっしゃる方も、いるんじゃないかなと思うんですが、このモグラ、実はね、私も今回初めて知ったんですが、北半球だけにね、生息しているそうでございます。南半球はね、モグラはね、いないそうなんですよね。そんなね、モグラなんですが、実はですね、モグラもですね、体から毒を出すことがね、できるそうでございます。とはいえね、このね、モグラの出す毒っていうのはね、非常にね、まあ人間からするとですね、まあ全くね、こう、弱毒性って言えばいいんでしょうか。毒としてはね、非常にね、弱い毒だそうでございます。モグラのね、この毒なんですが、モグラのね、この唾液にですね、毒の成分がね、含まれているそうでございまして、このね、毒の成分を使ってですね、自分のね、主食、まあ主食って言っていいのかな、食料であるね、ミミズなんかをね、麻痺させるそうでございます。まあね、動物なんでね、そのミミズを麻痺させる前にね、そのまま食っちゃえばいいんじゃないかなというふうにね、思うところではあるんですが、実はね、これ、モグラっていうのはですね、まあ、一日にね、頻繁にね、食事をする動物だそうでございまして、半日もね、まあ、ご飯が食べれなかったらね、死んでしまうぐらいですね、まあ、常にね、まあ、物を食べてないとね、生きていけない生物だそうでございます。というぐらいね、まあ、大食感なのかどうかわかんないんですが、まあ、常にね、やっぱりこうね、物を食べとかないと、生きていけないっていうところを考えると、やはりね、こうね、自分のね、食料となるものをですね、蓄えておかないといけないっていう中でですね、こういうね、自分のね、大好物であるミミズなんかをですね、まずね、毒でですね、麻痺させてですね、どこかね、自分のね、まあ、どうなんでしょう、まあ、冷蔵庫みたいなところにね、保管するんでしょうね。で、そこからね、まあね、お腹空いたらね、ミミズをね、食べていくっていうような形でね、まあ、使うためにですね、このね、毒っていうね、成分、まあ、体からね、唾液から毒をね、出すようなね、体になったんじゃないかなっていうふうにね、言われております。まあ、これもね、ちょっとネットでね、調べた情報なんで、本当か嘘かわかりませんが、まあ、そんな感じでね、まあ、モグラはね、体内からね、毒を出してるそうでございます。ということでね、まあ、哺乳類でね、まあ、体からね、毒を出す、哺乳類っていうのはね、本当ね、少ないんですが、まあ、こういったね、今日ご紹介したカモノハシであったり、スローロリス、モグラなんか、本当ね、これぐらいじゃないかなと。一部ね、あとね、鳥なんかでもね、いるのかもしれませんが、なかなかね、哺乳類っていう風になってくるとね、かなりね、数はね、少なくなるんじゃないかなと思いますんで、まあ、もしね、どうでしょう。テレビ番組なんかね、でね、もしこういったね、まあ、毒を持つね、哺乳類なんかのね、まあ、特集なんかしてると、あ、そういえばね、カモノハシ、スローロリス、モグラなんかはそうなんだなっていうのをね、思い出していただければなというふうに思います。はい、ということで今日はですね、毒を持つ哺乳類についてね、お話をさせていただきました。今日のお話、面白かったな、参考になったなと思いましたですね。ぜひ高評価、またね、チャンネル登録まだの方ですね、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ということで今日はこの辺でお話を終了いたします。今日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。お疲れ様です。